アンフランシスはアメリカ合衆国の女優。SF a が禁断の惑星のアルティラ役とテレビドラマハニーにおまかせの主人公である女性探偵ハニーウェスト役で知られている。ハニー役でゴールデングローブ賞を受賞しエミー賞にノミネートされた。1925年と1930年の両親の結婚登録と国勢調査の記録により彼女が アン・マーバックとして生まれたとする誤った情報源に反し、両親の名前がフィリップ・ウォード・フランシスとエディス・フランシスであることが確認できる。フランシスは1930年にニューヨーク州オシニングで生まれた。当時は世界恐慌でアメリカの経済が悪化していたため、家族を助けるために5歳からモデルとして活動し、11歳でブロードウェイで女優としてデビューした。 1947年、This Time for Keeps で銀幕デビューを果たす。ソヤング、ソバット、奥様は放棄17歳、日本人の勲章で助演した後、暴力教室で初主演を射止めた。彼女の最も知られる役は、オスカーにノミネートされた古典 SF 映画、禁断の惑星のアルティラである。ガール・オブ・ザ・ナイトで、ヒロインの挑発的な高級コールガールを演じ、 1965年、ウィリアム・コンラッド監督のネオフィルムのワール、ブレインストームで主演。1968年、長編映画、ファニー・ワールで、ジョージア・ジェームズを演じ、翌年、喜劇映画、フック、ラインシンカーで、ジェリー・ルイス演じるピーター・インガソールの妻、ナンシーを演じた。また、1969年の冒険映画、黄金の縦断で、 主演のバートレーノルズと共演した。彼女の身体的特徴として、ブロンドの髪、印象的な青い目、下唇のすぐ右にあるほくろが挙げられる。ほくろについては出演作の脚本の一つで言及されてすらあった。フランシスはテレビで成功を収め、1960年代、1970年代、1980年代と頻繁に、 ゲストスターとして出演した。CBS の西部劇、ドラマ、ローハイドの1959年のエピソードに出演。アンタッチャブルのエピソード、血塗られた鍵のタイトルロールとしてゲスト出演し、トワイライトゾーンに2回ゲスト出演した。また、アルフレッド・ヒッチコック・プレゼンツに2回、ザ・アルフレッド・ヒッチコック・アワーに3回出演した。ルート66にも、 1961年の2つのエピソードに異なる役で出演している。1962年、1944年の同名映画、我が道を行くに基づくジーン・ケリー主演のテレビドラマ、我が道を行くにゲスト出演。1964年、ザ・レポーターに2回ゲスト出演。同年、0011ナポレオンソロに同一の役で2回にわたりゲスト出演した。西部劇。 ドラマ、バージニアンに二度ゲスト出演。1965年、フランシスはアイシャ・コブラを借り、ペットとしてオセロットを飼うセクシーな私立探偵ハニー・ウェストとしてキャスティングされた。このキャラクターはまず ABC のテレビドラマ、バークに任せろで紹介され、その後1シーズン全30回続いた連続テレビドラマ、ハニーにお任せとしてスピンオフされた。その名声は、 実際の放映期間よりも、はるかに長く続いた。1967年、逃亡者、インベーダーのエピソード、つかの間の勝利にゲスト出演。スパイ大作戦1969年のエピソード、盗まれた、化学式に、ジリアン・コルビー役で出演。1971年、パパ大好き最終シーズンの初めに、スコットランドのシシアンブリッジの漁師ファーガス。 マク・ベイン・ダグラスと結婚して、王族として、彼の故郷に戻るボーリング場のウェイトレス、テリ・ダウリングを演じた。刑事、コロンボに、死の方程式、溶ける、糸の二度にわたり登場。1973年、名探偵ジョーンズにゲスト出演。1974年、萌えよ。カンフーの遺言状が、女の館に明かりを灯すの会に、昇華の女主人。 アイダ役で出演。1975年、爆走トラック16トンにゲスト出演。1976年、ワンダー・ウーマンのエピソード、悪い奴ほど美女が、お好きに、ローラフリン役で出演。1977年、第二次世界大戦のドラマ、バーバー・ブラック・シープの二つのエピソードで、看護師長、グラディス・ホープ少佐として登場。エディキャプラミステリーの、 アイキルジの回にメリッサ・オズボーン役で出演。ダラスでは1980年から81年のシーズン、ミッチとアフトンの母親、アーリース・クーパーとして複数回出演した。1984年、探偵ドラマ、リップタイド探偵24時の最初の数話でママジョーを演じた。同年、ジェシカ・おばさんの事件簿の第1回にアンドロイド・フランシス名義で、 ゲスト出演し、さらに二つのエピソードにゲスト出演した。1984年12月、再びアンドロイド・フランシス名義で、ラブボードのクリスマスをテーマとするエピソード、ノエル・エス・クリスマス・キャロルにキム・ランク・フォードが演じた、キャロルの母親役でゲスト出演した。1989年、マトロックとザ・ゴールデン・ガールズにゲスト出演。 1996年、ウィングスのエピソード、ザレディ・バニシャスに、1940年代のギャングの、ジーフタイプのベラ役で登場。1997年、ホームインプルーブメントのエピソード、エーガニー・バランタンに、ティム・アレンの高校の同級生の母親リディ役で、出演。1998年、ドリュー・ケリーでしょう。の二つのエピソードに、ドリューのガール・フレンド、 ニッキーの母親役でゲスト出演。フランシスの最後のテレビ出演は FBI 失踪者を終えの2004年のエピソード、人生の最後に出会った。1952年5月から1955年、1960年から1964年までロバート・アベロフと結婚。1964年にアベロフと離婚した後は再婚することはなかった。フランシスは 民主党員で、1952年、アメリカ合衆国大統領選挙では、アドレース・ティーブンソン候補を支持した。フランシスとアベロフには、ジェーン・エリザベス・アベロフという一人娘がいた。1970年、フランシスは、マーガレット・マギー・ウェストを養子にした。カリフォルニアで未婚の人物に認められた、最初の養子の一人であった。1982年、 アン・インナージャーニーというサブタイトルをつけた自伝、ボイセズフロム・ホームを上司した。彼女は本の表紙に、この本は私の精神的な暴露です。それは私たちの存在の本質であり、私たちの目には見えないが、最も重要な部分の成長に貢献している精神と魂の内面の働きについてです。と書いた。フランシスは1960年代の終わりに飛行機の 操縦を習い始め、最終的にはパイロットの免許を取得した。2005年、TV ガイドは史上最もセクシーなスター50人のリストでフランシスを18位にランクした。2007年、アン・フランシスは肺がんと診断された。彼女は自身のウェブサイトでフォロワーたちに自らの進捗状況を知らせていた。2011年1月2日、 水臓癌による合併症でカリフォルニア州サンタバーバラの老人福祉施設で80歳で死去。彼女はダビに付され、異界は海に巻かれた。レスリー・ニールセンとフランシス、禁断の惑星ジェームズ・ベスト、ローラ・デボンとフランシス、トワイライトゾーン、夜の目標。ありがとうございます。